ばい、心がやばい。どこが一番確信つけるのかな。もう一個言ってみる。あ、彼女候補発見。なんだこの巻き髪、ちょっと厚化粧な人は。あ、でもなんか奥さんっぽいな。あ、でも奥さんも彼女候補か。はい、おだちん。おばさん、お金持ってるんだから、ちょっと怪しいですね。怪しげな。まさみ。え、まさみ？そうかの人。やめとこやめとこ。ま、行ってみよう。そのまさみをやってみる？なんか聞いた話によると、パカーディっていう人がなんかグロいとか聞いたけどな。脳がなんたらかんたら言ってたけど、ま、それ多分電脳世界か。電脳世界行ってみようかな、じゃあ。こういう、なあ、やっぱり僕の好みとしては熟女の方よりも、やっぱり、ねえ。あ、パピタドリンク。年の若い子の方が好きなんで、まあ、これ取っておきましょうと。よし、パカーディ探そう。パカーディっていう人。名前もちょっとあやふやだけど、ファンタジーエリア行ってないな。ここで聞き込むには武器装備品を整えて武器のスキルとかそんなのもんか。え、秘密結社にもよろしく。諦めましょうと。はいはいはい。あ、練習できる。練習しようかな。いや、やめとこ。毎日の生活費が大事。これでいいんだよね。工事現場でずっと練習じゃバイトしてるけど、もう一度行ってみますかね。ダメか。お、優しい人や。練習などのコマンドに。あ、またメタ発言の。主人公も大体分かってきたな。どうでもいい。能力上げるぞ。 OK。 行ってないところといえばやっぱカジノか。はいはいはい。あ、足しびれて、ごめん。ここは情報集めにあまり向いていない場所なのかな。そっか、向いてないのか。やった、さすがお袋。ああいうこと言っておいて、やっぱりこう口ではね、ああいうこと言ってるけど、やっぱり息子の心配してるわけですよね、お母さんというものは。いいことだ。よし、3万。6月までに6万貯めておかないといけないんだ。うわ、顔、顔、主人公顔。枠人すぎるぞ、お前。チーム名。電脳図。チームの自己紹介。強すぎるチームと試合しても楽しくないでしょ？お、試合の BGM。俺のチームはジコーンズのアドミラル。試合すんのかと思ったんだけど。お、これちょっと重要なこと言ってるんじゃない？ハッピースタジアム。複数のプレイヤーでできるんですよ。むしろプレイヤーの足りない選手をコンピューターが補ってくれっていう方法で形成ですからね。
はい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 。プレイヤーを探すのか。これでもしかして、電脳世界をうろつけば仲間が増えるんじゃないか。スポーツエリアもう一回行ってみるか。あらー、ダメか。ね。てか、今作、メガネ一族、出番ないというか、なんというか。あ、誰だ、誰だ、今、ちょっと飛ばしてしまったけど。誰だ、お前は。知らない。そうですよね。仮面の騎士だからな。詳しく聞く。AI ボットを駆使していろんなゲームをすごい勢いでやり込んでるらしい。ボット。ロボットみたいな感じですか？課金者、ああ、はいはい、課金ユーザーか。中に人いないわけだ。ああ、はいはいはい。土曜か日曜狙うのがいいな。今日曜ですよ。なるほど。通りなと、そういうことね。あ、体力いっぱいゲット。あかん。借金が。じゃあ、値段的。所持金的にちょっとやばいのかな、これは。体力こう、割に合わないのかな、工事現場って。で、待ってよ。これで60だろう。60で1万2000。30で8000。2回消費するけど、パン工場。怪我率危ないけどね。よし。またか。ばらまいてんじゃないの、誰かが。これも津波グループのなんか陰謀かもしれんぞ。電脳世界。電脳世界どこも裏付いても無理だけどな。じゃあ土日にセントラルシス行ってみよう。で、現場、現実世界で、港。お、潮の香りだ。何なんか、浸ってんじゃねえよ。もう一回港行ってみよう。あ、ダメだ。体力最大値がどんどん上がってっていうのはちょっといいことなのかもしれない。よし、やっぱまさこさんなのかな。まさこさんだっけ？じゃあ、まさこさんはヤギだ。パワポケ6のヤギだ。なんだっけ、名前。あら、あらら。え、あ、そうだ、集金だ。うわぁ、やばい、やばい、やばい。マイナスなってもだ。心やばいって、これ。やだよ、ゲームオーバーだけはやだよ。本当にダメだって、それは。公園行こう。ダメだ。どこもうろついても無理だ、これ。え？工業団地、スーパー、アッパー、スーパーダメだったやろ？公園ダメ。あ、土日になってたから、セントラシティ行ってみよう。仮面の騎士、発見。あー、どっちがいいかな。これ直接聞いたらダメなパターンっぽいな。一緒に遊んでもらおうかな。うんうん、言ってた言ってた。お、やった。仮面の騎士、今回は本人なのかな。嫌われてしまったー。あ、う、あ、やばい。わわわわ、動機まで。やばい、超か。え？
あ、え、心なくなった。え、え、逮捕状、今下の画面逮捕状つってるけど、あれ？下の、下画面の野球仙人知恵袋。体力満タンならバイトで怪我はしない。それ以外の場合は体力の比率で怪我をする確率が上下するのじゃ。知ってるわ。なんか5回バイトすることでそのバイトでもらえるお金が上がることが多いみたいだぞ。え、やば。ゲームオーバー？嘘やん。じゃあ、次回というかな。まあ、まだやりたいと思うんですけれども、今回パート2はここで区切っておきます。パート3はどのように、実況するかわからないな。その、5月の初めから始めるか、4月の途中から始めるか。まあ、どっちでもやっていきたいと思う。どっちかにしたいと思います。では、次回お楽しみに。